皆さんお疲れ様です。ハッチョコです。エリナです。エリナです。お願いします。はい、今日は何の企画ですか？今日はバッグの中身を紹介していきたいと思います。今日は私のブーを紹介して、次の投稿の時に右のエリナさんの方を紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあ私のバッグ紹介していきたいと思います。お願いします。こちら12月のお気に入りでも紹介したサムデイイフっていうブランドの、ここがチェーンになってるバッグでございます。私のお出かけ用にしてはちょっと大きいバッグっていう感じになるんですけど、全然小さいけどね、こんぐらいの手のひらサイズみたいなバッグしか持ってないので、さすがにちょっと不便に感じることもそうなんだ、ね、あったので、このぐらいのサイズのバッグを買ってみました。でね、使ってみたらすごくね、収納めっちゃ入るのね、うん、何にでも合うバッグなのでお気に入りになっております、うん、はい、じゃあまずポーチ、うん、こちらは前のねバッグの中身と変わってないマージーのポーチになるんですけど、これはお気に入りでずっと使っています、うん、サイズ感がちょうどいいので持ってます、うん、ポーチの中身1個目がこちらのロメンのリップになります。ちょっとツヤ感のあるリップになります。で、05番のローズスプラッシュっていう色を使ってます。今年結構いろんなブランドからツヤ感のあるリップが出たと思うんですけど、うんうん、韓国コスメとかも含めて、うん、ちょっとピンクみ、くすみピンクっていう感じの色になっていて、結構いろんなメイクに合わせやすいかなと思って最近使ってます。つけてすぐマスクつけちゃうと、すごいあれになっちゃうので、うんうん、ティッシュオフとかして使うのがいいかなと思います。2つ目、こちらムーンショットのクッションファンデになります。これは、前目代わりの時に買ったやつなんですけど、お直し用として毎回持ち歩いてます。これは結構マットのタイプなんですけど、お直し用に向いてるかなって感じで、なんか直せば直すほど崩れるみたいな時あるじゃん。ある。そんなことがあんまりないので、うんうん、良いですね。次、ハンドクリームです。こちらプレゼントでいただいたものになります。なんかね、めっちゃイチゴなの。おー、イチゴの香りなんですよ、すごく、うんうん、サイズ感がすごくこうちょうど良くてバッグに入れやすいっていうのと、あまりベタつかないので、ハンドクリーム私あんまりねベタベタするの好きじゃないんですけど、うんうんうん、これだったらちょっと塗りやすくてしっかり保湿できるので最近こちらを使ってます。次、こちらニベアのリップクリームになります。なんかさ、おすすめのリップ教えてほしいんだけど。え？ここで。なんかリップクリーム、うん、最近すごいさ、口が乾燥するのね。うん、で、スクラブとかはあるんだけど、うんうん、ちゃんと保湿用のリップが欲しくてこれ買いました。ディープモイスチャーなんだけど、もうちょっとなんか潤いあってもいいかなって思うのね。うん、なんかちょっとリップクリームぜひおすすめあったらコメント欄で教えてください。次。ニューマイティアです。 CL です。これはもう安定の目薬だと思うんですけど、やっぱりパソコンとかスマホとかをずっと見てるとコンタクトもしてるのでしんどくなってくるので、このクールタイプ、なんか優しいソフトなクール、うん、習慣みたいな、そうそうそう、全くスースーしないやつもあるんだけど、それだとなんかちょっと物足りない感じがあるから、ちょっと清涼感みたいな感じでソフトなクールを使ってます。はい、次、こちら香水になります。こちらはサンプルでディプティックのドソンっていう香りなんですけど、かぶってる？かぶってる。ドソンっていう香りなんですけど、ディプティックの香水をずっと欲しくて、サンプルセットみたいなやつを買ったんですけど、まだね決めきれてないっていう感じになっています。うん、いいよね。なんかディプティックって王道すぎない感じがすごくいいなと思ってて、うんうん、ちょっと癖がある感じだけど、うん、まあ万人受けではないのかな、ちょっとわからん。そうね、身なりのいいお姉さんがつけてそうな匂い、うん、ちょっと癖というか個性はあるけど場所を選ばずにつけれる感じ、うんうん、あー、わかる、の香りになっています。ちょっとそろそろ本体買いたいっていうことになってますね。はい、次、こちら櫛持ち帰ってこれはもう毎度入ってるやつなんですけどこれは多分ダイソーでも本当にずっと前に買ったやつなんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、どこで買ったかわからん感じなんですけど、もう前髪をねやっぱずっと直したいので必須アイテムですね。はい、次、ミンティアです。ミンティアは私大きい、この大きいやつが好きなの。わかる、わかる、うん、なんかちっちゃいやつってちょっと辛くない？あ、そういうこと？わかんない。なんか食べ心地がないから。それもあるんだけどさ、うん、ちょっとなんか辛い感じしない？
そうなんだ。味によるか、それは。かも。特に味のこだわりはありません。そうなんだ。どれをなんかその日の気分で選ぶけど、フルーツ系はあんまり買わない。え、マジ？え、なんかフルーツ系あれお菓子じゃない？なんか、え、そうだよ、だから食べちゃう。あ、そういうこと。清涼感、お口直しで欲しいから、うん、私は。あ、そういうことなんだ。ミント系を一応。お菓子だわ。でもさ、いるよね、めっちゃミンティア食べる人。はい、こちらヘアゴムになります。なんかこれは使い捨てっていうか、ちょっと伸びたらもう捨てればいいって感じの気持ちで使ってるので。ちょっと結んでおきたいとかさ、ちょっとそういう時あるね、パッて使えるから、うん、こちらを持ってます。なんかさ、腕にさ、でかいゴムつけてんの女子力ないみたいなよく言わない、うん、全然つけちゃう。つけちゃうんだけどさ、なんか言わないよって。いや、でも言う、なんかあれつけてんのちょっとみたいな人にたまにいるよね。全然つけちゃうんだけどさ、いや、いいじゃんって思っちゃう。うん、でも可愛いね、カラフルで。最近はこっちを使うようにして、使うようにっていうのを使ってます、はい、ポーチの中身は以上です。以上です。じゃあバッグの中身に行きますね。はい、お願いします。こちら普通のハンカチ。ハンカチ、アンカーの充電器とこのコードですね。何回充電？あ、失礼、2回です。2回。意外とこの大きさなのに2回充電できるっていう、いいっすね、嬉しさですね。さすがアンカーって感じですね、うん。本当はこちら、分厚いじゃないですか。こちらが結構あのメモって感じで、1日1ページノートってやつなんですけど、何、無印のやつで、こんな感じで日記としても使えるみたいな感じかな、うん、ですね。何用ですかこちら？なんかいろいろ書いたりする、その日にやることっていうか、うん、本当に忘れんのね。真面目ですね。毎日は書いてないけど、うん、なんかちょっと休みがちょっと続くとか、はいはい、これやることめっちゃ多いなっていう時は書いたりしてますね、うん、そんな継続できないので、使う時は使うって感じですね、うん。これは韓国のカフェでもらったやつを貼ってます。これはジェットストリームだっけ。これが一番よ。これが一番いいよね。これ0.5なんですけど、これですね。これ持っとけばもう、そう、とりあえずどこでもいけるよ。マジ書きやすいよね。そう、って感じですね。じゃあ財布ちょっと今古いんですけど、うん、お財布バレンシアガのピンクのやつ、ちょっとバレンシアガ消えてますみたいな。ここちょっと傷ついてますって感じなんですけど、うん、そう、大学を卒業するまでにお気に入りの財布を買いたいのね。あ、そうなの。わかる。あ、そういうこと。あ、これから社会人になるときに、あ、はいはい、お気に入りの財布を見つけて買いたい。私もそんな感じだった。わかる、本当、うん、っていう気持ちがあるので、今はちょっとこちらの使い古されたバレンシアガさんを使わせて、ステイしてんのね。そうですね。めちゃくちゃちっちゃくて、うん、このレター型、うん、結構一般的なやつだと思うんですけど、うん、なんかなんでこのピンクを選んだかというと、多分ちょっと生きてたから。そうなん。分かんないけど、そういう、他にもめっちゃ可愛い色いっぱいあるのね、うんうん、なんか今だったら違う色を選ぶだろうなって思う、うん、けどこれを選んだ時はちょっとなんか生きりたかったのか分かんないけど、うん、こんなショッキングピンクみたいな。これいつ買ったの？これは、うん、韓国に留学行く時かな。あ、そうなんだ。ちょい前ぐらいだから、うん、まあ、2年ぐらい経ってるけど、このサイズ感が程よくておすすめの。結構入りそうだね。そうですね、結構カードがめっちゃ入る、うん、カードなくしたいんですよね。なくせるよ。なくすわ、うん、頑張る、うん、って感じです。はい、はい、こちら家の鍵、うん、家の鍵ここに入れるとめっちゃいいの。そうなんだ。絶対なくさない。確かに。あとエアポッツですね。なんかもう最近さ、ノイズキャンセリングないとうちも無理かもって思わない？え、てかないことを考えたことがない。なんかさ、地下鉄とかさ、ね、めっちゃうるさいよ。え、わかるわかる。だからノイズキャンセリングをしてないときめっちゃストレスじゃないけど、うん、なんかってなるのね。わかるわかる。ノイズキャンセリングってめっちゃすごいなって改めて思った。え、てかてかてか、あの友達がたあのクリスマスプレゼントに彼氏にこれあげてて、うんうん、めっちゃセンスいいと思って。確かに、うん、普通にみんな喜ぶくない？喜ぶ。持ってなかったらって思った。絶対絶対欲しい、うん、ってかめちゃくちゃ自分で、うん、買うか悩む。そう、買うか悩むからプレゼントめっちゃいいかもね。めっちゃいい。なんか大きい誕生日とか2年目とかあったら、うん、2年目、うん、2年目とかあったらね。はい、あと携帯。あれ、ちょっと表側を見せてごらん。あの、いや、なんかレーザー光線入ってるここに。しかも緑だよ、ここ。やばいね。甘くそうなるんだね。落としてここがレーザー、レーザーってここがレーザー、ここに線入っちゃってるので、あ、あらら、まあ、大丈夫、うん、じゃ
入っちゃってるので今日買いに行くんですけど、ファインザっていう韓国のブランドのケースを今使ってるんですけど、うん、白にこんな感じの可愛い犬が描いてある。絶対言われるもん、ね、何その犬かわいい、絶対言われる。でもこのケースとも今日でお別れの切なって感じです。私のバッグは以上になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価、あとインスタのフォローもお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。